な今日なんか今日いつもリネみたいおはようございますおはようございます なの2回公演で疲れた疲れましたなんかもうマ DVD は今日送りましたいや大丈夫ですよカッパそうですこれはね昨日かななんか送られてきたファンの方から送られてきたあのおはん一の,の先輩の タオルケットかぶるかぶるもの,のタオルケットのグッズなんですけどすごい可愛くて私なんかあのー、あんまりこういうのは使わない人なんですけどこれい着れたあ着いた これがすごい、私、初めて見たときは、すごい可愛いけど、あんまり使えないの、なんか、日常的には使えなそうなと思ったんですけど、あの、新幹線とかで握手会とかよく行くんですね、皆さん。なんですけど、新幹線の中でやっぱり早いときとかは、寝るんですよ、すごいいっぱい、みんなで、ぐっすり。 るんですけど、私、あんまり寝顔を見られたくない人で、こうやって寝るけど、寝ちゃうとこうなるんですよね。横向いちゃうから、どっちにしろ見られちゃうんですよ。だけど、なんかこれだったら私、こうやって深くかぶれるんで、こうやって寝れるんですね。顔の半分を隠すことができるから、すごいこれ、あの肌触りもいいし使えるなと思って。 すごい気に入ってますありがとうございますあとはねあとは何だろうな何だったろう何やさお願いちゃんがいいねありがとうお願いちゃんの声おいしゅよかったありがとうなかなか手に入らないんですかこれってすごいですねあとはですねあなんかあんまり なないなはいであの私よくあの、お手紙とかも届くんですけどなんか私お人形とかもをあもらうことが多くって、ね、あんまりお人形すごい送られ来るのはすごい嬉しい。 あんまり言っていないこともんですごく嬉しくってホテルとかにも私たち泊まるんですよ全泊とか3日間続きで歯科医とかあるんですけどそういう時とかってすごいベッドがなんか1人部屋が全泊とかだったら多いんですけどなんかすごい寂しい時があるんですよなんか1人だしなんか何もすることはないしなんか寝るのは寂しいと思ったら あちょっとファンの方からもらったね、お人形を日替わりで持っていって、枕の横にちょっと置いておくだけですごい寝やすくなるんですね。なんか、落ち着くみたいな感じで。だからすごい。私的には、眠い、眠い、眠みがないと寝れないんですよ。私、なんか横に何かないと。 日替わり日替わりっていうか日替わりっていうかうんそんな感じなななるさんじゃないですよなるさんのカップのぬいぐるみをおはようございますあのいただきます食べたプリンとシャガーさましたよいただきまーす見てふわふわ卵焼きあこあこ 15時公演に興味を持ってありがとうございます。買い願いです。よろしくお願いします。卵焼き美味しそう。じゃあまた飲み物考えます。ありがとうございます。やっぱり回る。そうですか。で、ね、なんか、あのーおお、置いとくんですけど、 抱き枕はちょっとでかくてねあのー、キャリーケースの中にやっぱり物が入らなくてこれぐらいの人形とかこれぐらいの人形とかうん大体チュさん喜んでるじゃないですか ののキ専用のキャャリリーーががるるるそぬんみことになですけど私の一番のベストは、これぐらいなんですよ、人形の形が。これぐらいも好きなんですけど、これぐらいは横にポンと置いておくんですけど、私、何かをこう抱っこしないと寝れなくて、お家では暑いからお布団抱っこしたり、あ枕抱っこしたりしてるんですけど、あっちではなんか枕抱っこするのって、 なんか、寂しい。寂しいとか、なんか、ダメなんですよ。だから、お家から持ってった、これぐらいの、ぬいぐるみを、ホテルに持ってて、もう一つこれぐらいのやつを横にこう、ポンって、ベッドの上に置いて、これぐらいのぬいぐるみを、グーって、抱っこしてます。根が荷物少ないんですよ、すごい。みんなすごい、あの、女の子らしいもの持ってってるんですけど、私は必要な、い肉なん 最低限のものを持って行ってます、ね、いっぱい持って行ったら重いしコメント考えてきたけど寝、ね、起きすぎたら頭に浮かばないなヘルプだたあのだ抱え込めるサイズね分かるすごいあの好きなんですよそういうのがいや今日もかわいすぎてペットにしたいなぜにペットそう柔らかめのお人形が大好きなんですよ だからなんかディズニーストアで言ってた野獣がそれのタイプで形ももうすごいぎゅーってしてました小さめがいいのかそう7キロ先輩と逆転した MC 最高やったそうですかあれめっちゃ恥ずかしかった後で謝ってましたもんリポーつと食べてたねアイス美味しそうでした めっちゃ美味しかったあれやっほーお願いちゃんカ日食べてもカップさんこちらを見てくる <laughs> そうなんですよ多分みくんミは荷物多いと思うあの子なんかも普段で普段で多いから3日とかになるとすごいあの子多い気がするう <laughs> んー ミホーキャッチーが下手でねいけないんですよ全然なんか撮れないしうん福岡行きたかったなディズニーストアに行くのがやなかなおばみんなさんああー 入れてそう、なんか、熊野のぬいぐるみ。か私、熊って聞いたら、熊崎さんが熊のぬいぐるみ入れてるイメージがある。熊って名前やし。ただみきさん荷物がねそう、メール送ってくると、全然収まらないっ,って。普段でも多いもん、あの、貼っきるそうやんもん、あの手持ちバッグ。 ケースい多くてうんーいつも余るんですよだからこれぐらいのとかんプリンちゃんださこれぐらいのとかのぬいぐるみは簡単に入ります私の荷物が少ないからなのもあるかもしれないうん。<laughs> ながいちゃんのメンバーしうか、いつも面白い。ありがとう。もうこれからも同じぐらいのサイズのぬぐるみがられてきたら本当に嬉しい。なんか、やっぱりホテルで一人部屋はすごい辛いんですよ。誰かいないとなんか話し相手がいないから、なんか。 なんだろう握手会の練習とかします。人形と一緒に。これぐらいのサイズの子、手とかついてるんですよ。ディズニーストアの子だったら。ちょっと手、ちっちゃいのがついてるから、なんか、私、すごい、握手会の対応がすごく下手なので、すごい下手やし、先輩みたいにうまくないし、あの、私、前泊が多いんですよ。あの、基本早い人なんで、時間が。あの 手だけリアルなネイゴインていうかこんな感じ、こういうの,のこれぐらいのサイズが、これのちょっと長い手がついてるんですよ。だから野獣とかも手ついてるじゃないですか。でもこれで、なんか握手会の練習しようと思って。私もう本当に対応が下手で、皆さんの気持ちをね、お願いちゃんの握手が全然良くなかったって思わしたくないじゃないですか。なんか全然、 なんか楽しくなかったってねやっぱり思ってほしくないからやっぱりだから縫い、ね、ぐるみをポンって置いて来てくれた感じ何パターンかねあるじゃないですか「おはようお願いちゃう」みたいな来たら「おはようございます」って <laughs> 練習してお風呂入ってで「おやすみ」ってギューってこのこの。 プリンちゃんくんならプリンちゃんとこれぐらいのぬいぐるみに「おやすみぎゅーおやすみぎゅー」って言ってこれぐらいのぬいぐるみとぎゅーって一緒に寝ます <laughs> なるさんかっぱそういう考えを持つことはいいことだね <laughs> ゅフってあほんとですかありがとうございます。 うわ怖い怖いプリンの手が小さすぎるけんなこれぐらいのね人形だったらすごいやっやすいよ14歳ですミガエちゃんはなんかそんな感じしないみたいなこと言われるんですけど人形とか好きって感じしないとか意外に夜はね怖がりなんですよ本当に怖い台風の日とかトイレ行けそうになかったもんマジで音は怖かった またね。中学3年生です。子供か。ちょっと子供ですよ、私も。前中学3年生ですよ。平均年齢高いってよく言われるんですけど、ぬいぐるみ抱っこして寝たりする時もあるんです。私も泣きそうになったよ 気持ちはこだまです。おーおーなんかね、なんかわかりますなんかもう久しぶりにあの、オンさんのね、あの、あの、コールが聞けて、マジでもう半泣き。うわー願いなんかもう、ファンの方にオンさんって言っていただいてる、るもう幸せーと思って。13です。も悲し縛りになったら、マジもう怖い。 最近ネガネガにちか子さんに報告した方がいいピカチュウの大きめの恵みとかの方がえっ握手の練習になりそうやなそうなんかずっと喋ってるから隣の人に何してんねやろネガイちゃんって思われへんかなと思ってるんですけどまあいいやと思ってそれ,なんかそれかあの握手の練習してまだちょっと時間が早い時とかまだねえへん時はちょっと あのお人形抱っこしながら YouTube 見たりちょっとモバメ描いたり明日のメイクちょっとここ変えてみようかなとかって考えたりしてます。 美少女昨日のまんまのライオンさんかわいかったよネガイちゃんのライオンさんじゃないとダメです昨日の公演知り合いがいろいろコール頑張ってたようなのですごい嬉しかったです幸せ見終わるとない年に見えないでしょ私の方がすごいうん年齢が 見えるんですけど意外に、ね、なんか精神年齢高いよ私なんかやっぱちょっと子供の部分も残るよ人形好きだったりなんかパステルカラーのねこういう女の子らしいものが好きだったりなんだろうな、まあ、アリスの置物が好きだったりちょっと子供っぽい時もあるんですけど 意外に先春年齢高いだもんな高い部分と子供の部分が混ざってるまあそれもいいですよ2ルモ5となんですけどねあの子意外に案外中学生らしいとこめっちゃあるからね あー頭が全く起きてない。ライオンはカッパも食べるのか食べないです。昨日の公演の MC 面白かったありがとうございます。おはよう。仕事の準備しながら見てます。ありがとうございます。ピカチュウさん、今日はループします。ああ。そうだね。ああ、それ考えてなかった。ループしてくださった時の対応を人形ってちょっと練習しないと。こう。私 あと、シャワーズくんは握手の練習にちょっとなりにくいですね。いえば、尻尾使わないとあかんかなと思うんですけど、やっぱり顔見てちょっとね、握手の練習はしたいので、うんまあね、もう、この子ポンってやっぱり置いてる方がいいかな。あマ、ベッドの。まマ、お茶いただいてもいいでしょうか。 ループししようかなお願いしますまとめ私太陽も練習やなそれで悪質の練習にならないかそうになっても趣味はそのままって人多いからネガちゃんはそのままでもいいと思うよナルピーさんが大人太陽なんですか私はじゃあ何太陽なの塩太陽なの変な太陽してそう ありがとう。はじめまして願い、ネガ、すてきな尻尾ですね。あ <laughs> は願い素敵てきな尻尾ですね <laughs>。 面白い芸人対応かなねがちゃんねがちゃんらしい元気な対応だよお気に入りって普段あんまり言わない「ありがとう」って言います「言って」って言われたら言いますね二十20日初めて行くんですけど何話したらいいですか 通りの話ししましょう思いついたこと話しましょう私もね私もなんだけどこれうん MC やった人とかには分からないかもしれない多分普通の話とかも同じなんですけど私考えれば考えるほど MC って下手になるんですよ私すごいだから ここの突っ込みられた部分は、ここをこういう対応しようって考えれば考えるほど全然できなくなるんですね。だから私はほとんど自分のその場でパッと思いついたことほとんどパーって言ったり、まぁ、あ、ちょっと危なくない言葉だったらそこで、あ、これは言ってもいい言葉やな。これは言ったらあかん言葉やな。はい、じゃあこれでいこう。バーンその場で私思いつくことが案外多いんですよ、虫って言う言葉とか。だからなんか、 あのー、やっぱりあのー、お題とかはやっぱ決めないといけないんですみんなんで。あの、今日は先輩後輩逆転ゲームとか決めるんですけどその場でのパッと思いついた言葉をやっぱり言ったりするとやっぱり盛り上がったりするし何て言うかな、ね、私あのかちょっとねオチは作っとくとかはいいんですけど全てこう作るのが。 あの、私苦手で、まあ、その場で思いついたことを言った方が、やっぱりその日は、ファンの皆さんにすごい、願、ね、いちゃんよかったよって言ってもらえるんですよ。直感で反応、反応、反応する方が面白いよね。とりあえず、浅井さん邪魔しに来たで、浅井さんじゃないです。天才タイプじゃないですよ。なるほど。フィーリングで。僕も緊張するんで、緊張してないじゃない君。いつものプランだからな、あんまり深く考えすぎるないよ。名前が深いだからって。<laughs> ありがとうパンがうまそうだ昨日はありがとう一言感想文書きますありがとうございます大阪ならまはスキルやねおはよう後の展開を考えると何もいいねあ <laughs> そこまで考えれないまだ めガいちゃんが一番握手行ってみたいメンバーあるうんー一番というか一番が二人いてすみれ先輩とイチの先輩に行ってみたいですかイチの先輩はすごいかみたいよって聞いたのでどんな感じでやってるんだろうっていうのと れ先輩を間近でなんか握手してみたいねえがいの MC 素晴らしいですか朝一番のお笑いネタをお願いしますちょっと無理かな上司出勤なそろそろ仕事始まるのでああ帰っちゃうのねお疲れ様でしたまた来てくださいソリュの通知で起きたから本当に頭動いてないじゃあまた明日ねがいちゃんには一 一スターさんの握手行ってみたいな。すごいですよ。ジュニアさんの握手にも行ってみたい。神みたいよって言われてる方にすごい行ってみたいです。うん、あとね。間違えた。 新しくまた写真が届きましたイェーイ今度は初めてすみれ先輩の写真を昨日ファンの方から届けていただきましたこれはですね生写真のみこさんのやつですねみこさんのお,お洋服うちの先輩とすみれ先輩でーすかわいいやろ これをあのまだ私ファイリング買ってないんですけどあの多分これからもっと多分生写真をねあのくれる方がいると思うのですみれ先輩とかうちの先輩だとき綺麗にファイルの中にね袋から出してファイルの中に入れて保管していこうかなって思います福袋じゃあパパさんにプレゼントかな 懐かしい。うちは届きました、しめい先輩のジャンボうちはパパに会い。パパ用に送られてきたのか、願い用に送られてきたか分からへん。うちですか、引きが好きですね。うん。うん。うん。入る男だから、先生。ありがとうございます。 すみれ先輩の舞台のディミル欲しいです。なんかすごい勉強になりそう。私、将来女優になりたいんですよね。なんか感情移入が私よくうまいって言われて。だからかな、曲とかになるとすごい表情がコロコロ変わっちゃうんですよ。マジでもう多重人格みたい。まあそれは言ったらダメだけど。 なんか、この曲になるとこの顔になるしこの曲になるとこの顔になるしってなるからなんかすごいなんか一瞬怖いって言われたことあるんですね <laughs>。なんですけどあのー、私ち昔からすごいあのドラマとかがあったらまあ そのね、一番いいところのね、部分を覚えたりして言ってます。お風呂の中とかで、なんかすごい喋ってました、一人で。演技の練習みたいな感じしてました。すごい大好きです。はい。その一部分をその場で覚えて、お風呂で練習したりしました。来たばかりやけど、仕事行ってきました。宛ての手紙でなくって、まあまあすごいからな。そうですか,感入れたか,か。感情豊かな証拠。 感性は分からないで欲しいな表現力は足しそうにありがとうございます <laughs> あなんか私しい苦いって言われるのが昨日のうちのいい花見良かったって言ってくれたよなんかねすごいうるさいこともらってるんですけど裏でもまあ裏でもうるさい時はうるさいよ でもなんか、い、でなんか落ち着いてるっていうか、化粧する時も、一人で化粧することが多いから、スマホにイヤホンジャックつけて、好きな歌聴いてメイクしたりするとテンション上がるんですよ。はい、自己紹介ですかはい、SK48 を日本一の間にすることが皆さんの願い、それが私の願いでもあります。はい、SK48 研究生の深い願いです。 それでね、あの、こう、うんナゲット100個チャレンジ。雪鳥の次にやります。イェーイ湯づみよりは静から、もうそんな裏でもキャッキャさがいてたら公園の体力なくなるから、イヤホンつけて、こう、ほ、う、ら、んまあ、聞いたり。 とメイク動画を見たり、で、また外して、ユシノとしゃべりしたり、ユシノと写真撮ったりしたり、なんだろうな。メ先輩の膝の上で寝たのもね、うー黒,黒歴史かも、それ、娘の先輩に迷惑かけた気がする。 にじゃないような動画ありがとうございます。な,なんかじゃ、聞いてたり、イヤホンジャックは私にとって必須ですね。自己紹介でも言ってたら、ファンの皆さんは願いに可愛いとか言ってくれたり、あと、先輩とかも願いに可愛いよって言ってくれたりするんですけど、私、研究生からほとんど可愛いっていう言葉を聞いたことがなくて、 あと、過去、好きという言葉も全然聞いたことがないんですね。だから、まあまあ、唯一言ってくれるのが、まあ、ルーちゃんと、ま、ツンデレのヨシノぐらいかな。ヨシノはもう恥ずかしくて好きって言えないし、多分可愛いともあんま言わないんですけど、ルーちゃんの場合は、服、すごい可愛いね、願い先生いいね、願い、最近どんどん可愛くなってくね、とか言ってくれるから、本当にもうありがたくて、なんかもう、ね、本当に嬉しいです。 すんでるな、のあの子。なんか、すごい好きっていう、願いに好きっていう時も、なんかすごいなんか、もじもじしてね、言うからね <laughs>、照れてんのかと思って。結構気にしてますよ。やっぱり女の子って可愛いって言われるの嬉しいじゃないですか。だから可愛い好きって、 全然言われないんですけど、やっぱりルーちゃんは言ってくれるから、些細な幸せですね、やっぱり。そうは言われやすいタイプ、うーん。あ、ルーちゃんいい子すぎるから始めようかね、うん。だから、まあそうは言われやすいタイプですけどね。うん、どうなんだろう。私そういう言われにくいタイプだと思うんですけど、 ちょっとね、扱いが違う時があるからね。<laughs> この雰囲気が好き。あんまたじゃねえよハ。ハッシュタグ好きなんだよ。マキコ先輩と,かと,とは仲良くなりましたかあんま喋れないの。最近会わないですよ、やっぱり。最近。 北川さん全く言ってない。ネガイちゃんは同期で誰に可愛いって言ってるのほとんどの子に可愛いって言ってますよ。琥珀に可愛いとか言ったり、吉野に可愛いって言ったり、ルーちゃん今日も可愛いね、ミクも可愛いねいろんな子がほんと愛いなと思うので私、みんな可愛いから、可愛いって言います。琥珀とかすごい今日いい匂いしてね、可愛い女の子みたいな香りがするとかって。何なんだろうね。 そういや、松本千香子さん元気かなああ。ね、がいちゃん可愛いやんな <laughs>。ね、あの、研究生の子はそうは思ってない気がする。でもなんか、衣装さんのとこもねがい今日可愛いよ、めっちゃ可愛いって言って、写真撮らせてとか言ってもらえるんですよ。ねナルさんもそうやって言ってもらってるらしくて。なんか本当に、大人の方々に、ね、私持ってるのかな、ね、がいちゃん子供っぽいけど、しっかり自分を知ってるからな。 キャラ的に言と私、裏ですっごい本当に、最近静かですよ。なんか、あのー、車両に乗ると、携帯見て、まごめん書いて、ちょっとニヤニヤして、ちょっと YouTube 見たり、あと音楽聴いたりしたり、あとなんだろうな、ちょっと隣にいる吉野とかミクとかと話したり、ちょっと寝たりみたいな感じで、そんな、あの、アミとかね、あのー、ほのの先輩とかみたいにギャ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 騒いだりしないですね。 キャリアの流れなんかすごい楽しそうなんですけど、なんか、疲れる時があります。公演の後とかもほとんど MC とかも、ね、あのー、ギャーギャーもし,しに行くから、疲れ、疲れる。<laughs> 終わりは。研究生公演に先輩メンバーが出て,出てくれると嬉しい。嬉しいですね、本当に。片岡先輩、本田先輩、本当に助け、 になってくれてはるので、もうすごい嬉しいです。同期に可愛いって言われなくても他の子にない魅力多いよ。ありがとう。<laughs> 騒ぎますよ。騒ぎます。もう、さんってギャギャ騒げるんだ。なんかすごい。はい。ブルドーザーのような眼鏡 MC 式好きです。願いいたん。はおはようございます。それはいつも全力だからかな。眼鏡が仕事行ってくるね。 あっくん、頑張ってね。いってらっしゃーい。和田さんも、和田先輩、和田先輩もね、あの、和田先輩はね、落ち着いてるよね、あの方ね。でもね、裏ですごいちょっと元気な時あるから、マジでギャップ燃えします。そろそろ,そろ仕事に戻ります。いってらっしゃーい。でもね、あれですね、なんか、ゆっくりできるからいいね。うん 研究者一番だと思うんですけど、私の MC は。<laughs> ありがとうございます。ホエむ程度。<laughs> 逆に怖いわって言われそう。願いが満面の笑みで笑ってない。何があったのってなんかさ逆に言われそう、ね。11日、12日、13日が、あの、握手会かな。な握手会じゃないですか。次の日、 私、前泊なんで、4日ぐらい泊まるかな ?3 泊4日泊まるんか。3泊4日泊まることになるんですよ。だから、すごいね、お人形日替わりで持っていかないとか、いけば,ばい,やいけないから、どうしようかなどの子持っていこうどの子持って、今回どの子持っていこうちょっと、今、悩み中です。木下先輩ね、木下桃も先輩のね、NB さんはね。もう おすすしはりますよ、ね、おどの子持っていこうかな大変どのどの子持っていこうかな豚うさぎもいけるな豚うさぎねちょっと硬いのよねこの子ちょっと硬いのよディズニーストアの子たちはすごい柔らかいんだけどねあの野獣とかベルとかの人形すごい柔らかいんだけど固いんだよね硬すぎるところが 今まで最長ですね。東京観光する時間ってね、ありそうないんですよ、それが。東京観光したい。仕事に戻ります。今日も配信ありがとう。またねー。またねー。まあ、何分もう36分や。はい。プリンは、あの、ポンっておくのにりします。ポン、ポンっていうの、ね。皆さん、いつもありがとうございます。なんか、プレゼントやら、お人形やら、すごいね、ファンの方。 ファ,ンがファンの方々がくれるものはベッドに置いたり日常的にすごい嬉しいもうこれとかねあの新幹線で使えますしうちわとかもこうかんかんかん観覧用に置いてたり写真とかもすごい大切にしてたりお手紙もちゃんと保管してるので本当にいつもありがとうございます等身大のピカチュウのぬいぐるみとかあったらそれ送ればいいかありがとう ポケモン好きな、ポケモンのね、あのー、ゲームとか、そういうの好きっていうより、ポケモンの、わかります表情や形が大好きで、パステルカラーが多いし、ピカチュウの色もドタイプだしね、あの、プリンちゃんの色もドタイプで、だから大好きなんですよ、私。新幹線で、あの、ここもね、お離れちゃうっていう部分隠しますよ。こう、こうして、こうやって。大丈夫だよ。 多分気づかれないようにするから。顔隠れてるし。いつか絶対プレゼントするぜ。ポケモンのゲーム送ろうかわかるかなそしたら、なんかこの子のね、素質を気づいたんです。なんか、フェアリーみたいなやつで、風船型ポケモンっていうプリンちゃんで、なんか歌を歌って、なんか相手を眠らせるんですよね。あとなんか、モテモ、惚れさせるみたいな感じのやつもありますよね。俺、願いちゃんがダイス。ありがとう。 今度ポケモンの映画がやるね。そうですね。プリンちゃん出てくるかな。今度プレゼントするかなありがとうございます。皆さん。気づく気づく気づくじゃあちょっと、握手会の時とかに。これかぶりながらイヤホンジャックしてちょっと休んどこかな。なんかすごいこれ安,安心感が出る。なんか私フード好きなんですよ。なんかかぶってると ですよそれもこれ奈良さんのカッパじゃないですかでこれちょっと大私の大好きな黄緑なのですごいしつくヒアリータイプよ和田様僕願いちゃんが大好き 3DS あるならポケモンのし 3DS 持ってないんですよね私うわーつらっ CDS を持ってないこの現実。フード好きなんやね、そう。落ち着く。でもね、最近フード暑いよね。これは寝るとき用かな。すごい可愛いあと、鑑賞用にもいいですね。お花ちゃんって書いてある。マクドナルドそれ被っているのは劇場のナルさん音だけだよ。そうなんですか可愛いいでしょ はい、じゃあ、終わりにしたいと思います。はい、SK48 と日本一のにすることが皆さんの願い、それが私の願いでもあります。はい、SK48 研究生の深い願いでした。バイバイ、ありがとうございました。いってらっしゃーい。今、来てくれてありがとうございました。